こんにちは。就婚の味方、静止です。本日はですね、子供が妖怪ウォッチ、マグネット、ラムネコレクションを買ってきましたので、私が代わりに紹介します。今、大変ですね。子供も見てますし、ちょっと幼稚なんですけど、人気があるようです。私も一緒に見てます。一応ちょっと紹介させてもらいます。もうこういうのですね。ちょっと、早速開けてみたいと思います。中はもう、ラムネが入っていて、マグネットが入っているんだと思います。こんな感じですね。すいません。まだ切れてませんでした。ちょっともうちょっと、深くというか、厚く切りますね。これ出ました。これが上。これです。これですかね。このくらいですね。これがマグネットなんですかね。それと、あとは、これです。これです。これがお菓子ですね。これがお菓子です。お菓子もついてだから、子供の私が食べます。これはちょっと、食べまして、これがですね、どうするんですかね。なんかこう、切るんですかね。どうするんでしょうかね。私も、いませんね。今、外してますから。外れました。これです。これがマグネットですかね。で、こちらも、こっちはこうですかね。それと、これです。すみません。落ちました。これですね。この3つがついてます。ですね。これは、マグネットはあんま強くないみたいですけど、一応、マグネットも、これはダメですね。こういう感じでですね、今人気があります。妖怪ウォッチを、紹介させてもらいます。なかなかですね、可愛いですから、これもまた、機会ありましたら集めてみたいと思います。こういう感じですね。あんまり、こういうのも役に立つかどうかわかりませんけど、ご紹介させてもらいました。ちょっとお子様用でしたね。こういうことで今日は終わらせてもらいます。ありがとうございました。